あれ絶対上だわ。間に合うかな。駅から走ろうか。オッケー。おはようございます。カラオケだもんこれ。これが普段物販、日本国内でライブやるときとかはこういうケースに入れてもう着用してるんだけど、文化的にもう CD がほぼあのヨーロッパはないって言われてて、その日本はまだ CD ショップとかちょいちょい、ね、大手のはあったりするし、街の CD 屋さんとかもそのジャンルに特化してるとあったりするけど、向こうはもう本当に CD がもうないよ。レコードとかカセット、そう逆にアナログなものの方が、うん、あの欲しがられてる。すごい重要なこと、はい、ここから離れる前にみんな覚えてる、差し込みが違うということ、はい、アダプターが必要だということ。それでいいんだったら例えばもうちょっと大きい車で8人だから8人用の車借りちゃえば。あ、今日多分野宿です。どうして宿が取れないのと、はい、取れたとしてもあの戦車のせいで、君のせいだよ。こんなでかいのがタクシーに乗れないから乗せられないのかってなった。そう、全然できないんで。電話で確認したら300ユーロって言われちゃったんで、今ユーロしかないんですけど。やだ。怒らないことが目標じゃん。無理だよ。私よりイライラしてるって。さっきイライラしてたよ。モスクワ、とりあえず10時間ぐらいのでモスクワまで行って、3時間トランジットしてバルセロナまで行きます。はい、そのバルセロナについて宿がまあなんかうまくしよう。それはカタール航空の頃はね全然お金取られなかったんだけど、今回はね130ユーロだから1万5000ぐらい。え、そんなに、うん、あらま。え、ベースはいくらぐらい。1万4000ぐらい。あ、片道、うん、手こずってんの？ん？手こずってるの？なんかね、あのニッパーが開いて、元気でニッパーが開いてたから、これちょっと持ってきたい。持っていけない。無事乗れましたね。ここまででもう、もう消耗がえげつないっすよ。ずっとこの感じか。